まあ、じゃあそれではウィナーズファイナルカルネ VS ダノ始めてください。さあベストオブ53本戦士になっております。さあカルネさん、こう日本でも有数なゼルダ使いといいますか、昨日のゲーム大会で優勝を決めている。さあキャラ選択画面で読みかどっちを使うのか読み合いになるのは日本人ここ一人くらいじゃないでしょうか。さあシークで開幕や1回投げてから1回しっかり作って投げ殺していきました。手前からしゃがんでいく。さあカルネシーク一足先行、前回下相まで暴れて横相も暴発、しかしあんまり落とす気ありませんね。手前からこれさあ、崖を。リア、そして、右へ。弱は、上投げから、おっと、ゼルダにチェンジ。さあ、気軽に変身できるのが、カルネゼルダの強いところ。さあ、バーストはゼルダで取るのか。さあ、やばい。膝を弱で的確に落としましたね。未来が見えている。なんだ、このゼルダ。上投げ、うまいかすりから、さあ、PM なら死んでた。上投げ飛びすぎ。さあシークとだいぶベクトルが変わりました。混乱する模様。変身の後隙があったのかよくわからないですが、クグで破壊していく。横強先端なかなか取られづらい。ジャックパンで下強、横強を前、ソシーにはかなり、これソシーもシークが強いペンチできついんですよね。下投げループ、大丈夫、針から差し込んでいく。非常に強いですね、シークワの斜め針。後隙もあまりなく、ベクトルも非常に優秀なので、あれに対してリスクつけるのはなかなか難しい。上投げから一手読みの右端、転がり読みの上でした。さあ馬返して、横強 DA、これがカルネシーク、膝が生あって、グー下から来た、えい。あれマジすごかった、マジすごかった。作になって弱横強クマへ、クマへワソン。さあ綺麗に1ストック、第1ストック。さあカルネさん非常に綺麗なシークで見てるのが気持ちいいですね。さあ下投げからは全部せずに、さあしゃがみの仕込みが非常にうまい。後ろで降りてくる。下スマが当たる。あ、さあ DA 使ってしまい、これは入っちまえば。さあファルコンが軽くなかなか取りづらい。さあ横強長い。さあ行ったり来たりしながらさあジャンプがないので、あーっとー、ダノファルコン。さあこれがカルネのプレッシャーなのか、 PM 覇者カルネ一本先生。BO5、 BO5 はバンないよね。バンなしです。さあカルネ選手、非常にいろんなキャラが使えることでも有名な方です。さあシーク、さあ PM 大会と続いて2連覇となるのか、なかなかその偉業を成し遂げるのは非常に大変だと思いますが、さあ一歩近づいていきたいでしょう。さあ掴みは崖に出ることで避けて、さあ横綱手つきはあまりない。1つ目は空前を選択。しゃがみの仕込みが非常に的確なんですよね。カルネさん先端から暴れたところに横綱を刺さるように置かれている。置かれない。さあ苦しい。さあ復帰がうまかったが、さあ後ろ切り込まれ自分がしてしまった。うまい、まあそう届きません。さあ針を舐めた。さあ嬉しいく、
たりの後はしゃがみで斜め針からなんか、つまりさあ斜め針を振ってくる前に膝を行く上投げ、置き攻め空下から最大リターンを取りたかったが上で出して行くよ、バスにさえ空しろ、これはもう届きませんと、届きません。さあカルデ選手ゼルダから返信はしない。さあゼルダファルコになっていく。そうこれがこのデラックスのゼルダというから非常に遅いので、先置きなど釣り行動など非常に大事です。さあゲロソー、あーこれはこれは嘘、ガキャメ様当たらないが下様がさ上抜く、外に出してどうやってバスするんだ、上抜からゼルダで非常に上かー、さあ最大コンボが、おっとゼルダバーストしてしまった、届かなかった。さあダン選手ストック大幅に誘導リードし、さあ変身はしない、動いたところに横が刺さるシステム、さあ PM ならそこで設置できるんですよね、ロータリーが辛そうですね。まあこれは完全に相手の行動にしっかり相打ちで合わせていくようなみなぞまキック、斜め張りを置きながら、あーこれはもうベクトルがきついですね。ダノ一本取り返していく、さあ会場で行われていた B クラスはヤマニョン選手が優勝したみたいですね。さあアイスクライマー対ファルコン、外事クライマーと声が上がっている。ちょこれ言っちゃダメだ、さあステージは終点、番がないので終点で戦うしかない。さあやべえキャラ、あさあやべえキャラ3本目、今11です。さし、え、シークゼルダ途中で変えたりして、さあしかしこのカード非常にアイクラ側も めんどくさそうですね。膝で一瞬で殺せるのでアイクラを、さあ膝、さあこの瞬間に相方が殺せるとでかいんですが、後ろしっかり来てくる膝、さあ一人になってしまった。シングルクライマーを下投げ膝でほふっていく、膝膝、おっとうまく後ろに出されてバースを1ストック先行していったのはダノファルコン。後ろ刺していく、後ろ空後ろのプレッシャーを非常にかけていますね。ノーリスクでパーセントを食べて外に膝で出して、あさあガン見しているダノファルコンで知らない、おっとさあ顔見た甲斐がありました、これは知らないデブ、アウト、アウト。さあなぜか生きている、パシパシされたが、パシパシされたが生きているファルコン。さあこれはもうという情報が入っていくが、さあ膝、さあでかいですねこれ、完全にここぞとばかりに最大が、さあ膝入らないと判断して空を選択してその出したが、一人のアイスクライマー、スマッシュ何でもいいんじゃない、空後ろできつくなる、膝が当たらないが、さあ復帰うまいですね、しゃがんでももう苦しい、あ回避がしてしまい、あさあシングルクライマーでも頑張っております。
さあこの一人のおっとなんだ何かが見えたかの豪快なレスマッシュ後ろで回すとさあ掴んだのにこれ折れなかったら非常に痛いですね。さあが害獣駆除ができるのか。あ200番なくても死ぬでしょさすがに。ああそういうことでしょ。うん、さあ掴んでしまい、あーおーあーさあしばしの間 BGM としてご鑑賞ください。おっと、あーおーあー死んだ。さあ、田選手仕切り直し。さあ、これがアイスクライマー。そう、さあ、そういうキャラアイスクライマー。あーやばい、やばした、やばみ。もうこれはさあ、チラッと見ながら、あーお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 おおチラッと見た子があったぞ。さあカルネ選手険しい顔。お空後ろから膝うまい。これは相方その間にえ上スマッシュ重ねてから横スマッシュで相方バースト。あーうえーめっちゃ食べる。あーいスマホかな。スマッシュの差し合いを制していく。よくわからないぞ。さあ神経衰弱のような立ち回りが強いられていく。あーあーあああ空前の一貫性が、お大正義、膝のさあ違うゲームが始まる。膝当てるゲームか掴むゲームかが始まっていきますね。これどちらが勝つのか。膝、おっと膝、さあ膝の数をか、あーポンポン、さあ膝の回数を数えろ。膝膝ー、すぎさあこれは思わず苦笑いカルデさんを払ってしまう。さあカルデ選手ここで何を出すのか。さあリーチをかけるダノファルコンキャラはキャラは何になるのか。おお出た怪獣シリーズカルデさんの怪獣リストやばい。サブブランド怪獣使い、神戸の怪獣使いカルデサブブブいじろう。うん、なんかプロジェクターの、うん、さあここのステージのプリン非常に厄介ですね。ステージが広いことによってバーストもしづらく、ああさあちょっと実況の方に力を入れていきます。クエンで当たってさあこれはあれですね、もう時間切れも視野に入れた立ち回りといったところじゃないでしょうか。さあ 20% 触られるだけで、ああおっとという釣りですね今のおそらくさあやばい感じします。クエクエ、さあプリンの方がパス高いのでこれはファルコンが逆に逃げていくのかと見せかけて膝を唐突な膝。さあクエね、さあプリンが逃げる。さあ交代しゲームが変わっていく。逃走中さあ逃走中からストリ逃走中からストリートファイターに変わっていく。さあハンタさあステップで相手を煽っていく。さあクエ、さあでも確かにハンターでファルコン出てきたらだいぶビビりますね。しかもあの通り魔のような膝を持っています。おっとクマイカスから膝をぶっ込んでいく。さあ的確逃げて前ドーンと言いながらスマイサード選手ドーンと言いながら膝をパンしていく。
さあ膝に仕込んだスタンガンが電気を吹いている。さあお互い間合い管理。さあプリン側はストックを先行されてしまったので、さあタイムPOD を狙うことはできる。時間切れは狙えないので殺すしかないですね。ここはどうやって殺すのか。グーマへ外に出して上から帰っていく。グー後ろに出してジャンプがないので無限に無限だ。無限のゲームが始まっていく。さあグー後ろを当てるゲーム楽しそう。楽しそうだな。バーストさあ前3分。さあ皆さんお茶でも飲みながら見ましょう。ゆっくり見てください。さあトイレ行っても多分1ストックも動いていません。多分おそらく。いやしかしどちらかがぶっ込んでいくのかもしれない。このスタイルを崩して。ありますあります、タイムアップありますよ。暗い、確かにちょっと暗いかも。これ配信画面の方じゃないでも。はい、ああそういうこと。さあ3速度しパーセントも全然動きません。確かにサプリンが多少のリードを得たので崖待ちにを始めるのか。バックうまい。立ち身にこうやって稼がれるの精神衛生上よろしくない。さあ画面外の差し込みも増えてきましたね。ダノ選手さあ面白い。2人とも笑いながら会話している。さあどうすればいいんだと。さあ違うゲームですね。おっとクレー差し込まれて試合が動いたように見えて、さあ一瞬で元のゲームに落ちてしまう。さあぶっ込んだ膝。さあそうです、たまにぶっ込む。そういうゲーム。あーっと、さあ最高のチャンスの下投げを見せてしまった。下投げ、あパーセント有利が、あ違うゲームが始まってしまうのか。さあこれはパーセントが、パーセントが、これもしやパーセントが入れ替わってる。あんたが入れ替わる。まだ入れ替わってない。さあ入れ替わった。さあファルコンが逃走している。逃走じゃない、おっと圧倒的このハンター怖い。空しろ。さあ残り時間3分を切りましたが1ストックしか動いておりません。なんだこのゲームは。さあカルデ選手の知的な立ち回りが知的なのか。さあ大正義ぶっ壊していった。大正義ビッグジャスティス。おっと空上から、これは繋がらない。着地ジャンプがないので空前ジャンプがない。さあ違うゲームが始まった。えーい、まあそう、さあ、あーっと、2スト2分。さあスマブラ4のような構成になっていますが、スマホかな2ストック。さあもうダメだと言っている。もうさあ精神面からやられている。そういう作戦か。そう、いやー、どうですか山にもさ、スプリンが疲れますかこういうの。なるほど。さでも今どこで壊しに行くか。あ30%、さあリードは 30% だがその差は短いようででかい。いやーこれは、なんだ露骨な時間稼ぎだ。やばいぞ
かな。さあ会場からブーイングが。なんだこのゲームは。さあこれはファルコ。棒立ち。しかし、100番叩き起こし、やっちまったさあ、カルデ選手、1本取り返して、さあ、面白すぎる、やばい、さあ、ダノ選手、これはメンタルに影響が出てないといいんですが、いや、もう無理。そうです。そういうことです。カネさんがキャラを使えるすぎるせいで、どのステージでも。今2対2です。次勝った方勝ち。ヨシストでやるんすか。ファルコ使わないでなる。さあヨシストで出すのはなんだ？え、ハルコミラかな？さあキーコンから最初からつけていればよかった。さあ膝という意思を掲げて。お、何を出すのか、カルネ？カルネ何が出るのか、カルネファルコン確定ですか、いいですか。おーっとファルコン突然スマブラデラックスに戻った。対抗して名前をつけていくスタイル、新しく。さあなぜ最初からつけないか、ルーパカルネ違うスマズになってしまう。さあウィナーズファイナル最終戦、ヨッシーストーリー、カルドはファルコンなんだこれは。さあ唐突に名前がつきましたよ、2人とも最初からつけてください。なるほど。さあ今日のトーナメントで数々のファルコンをほふってきたダノファルコン。さあ投げに行きたいと思っているタイミングしっかりその若い日入れてますね。ヨシストだと、さあ普通にうまい。これがカルネファルコン、ジャックで落として、さあ的確に阻止。いやうまい回り返り、いやらしい、やばいな、めっちゃやらしい、エッチだこれは。阻止がうまい。さあ、あうまクラウドか。さあ殺されたこれ。さあ天が味方しているか、カルデに味方するのか、阻止は。さあ先ほどのブブブでメンタルが病んでしまったか、時完全に病んでいるか、これはクエイター。あ、やはり病んでいるな、これは病んでいるな、だの闇ファルコ、後ろから空撃は引っかからず、中央台はおっと。さあ取り返していきたい、バーストしないが、阻止は、阻止ができない。さあやはり闇んごね、おっと空後ろ返していく。さあヨシスという狭いステージですからね、何かに引っかかる。さあ兵法で持続が伸びて、リフ、お、綺麗な絶から投げていく、あ投げれない、ドリル引っかかってしまうとプレッシャーが、崖のプレッシャーが必要。嘘、リバースター横 B から、しかししっかりしゃがんでる、後ろ出されてゲロイファースト。さあ、まあ、1ストック対1ストック、苦しいですね勝者側。最終戦、イエーイ。さあ通り魔のような膝を決めて、さあ膝打ちバットサイ、さあリフ崖ですからしゃがみを入れていく。お、水ローブのターンが始まらない、使
かみは。そう、綺麗ですね、学説。あーあーもうもう勝者が優勝は変わるねー。